景色が変わってきた。もう少しで到着しそうだね。ここ間違いない。私が飛ばされた時に見た風景だわ。本当？じゃあ、待った。何？あの魔物変だ。操られて見張りをさせられてるみたい。錬金刀のいつもの手口ね。見張りなだけあって一筋縄ではいかなそうだ。どうする？ここは私たちに任せて。突破してみせるよ。間違いないわ。私が飛ばされたのはここよ。なるほど、すぐ別の場所に飛べたのは幸運だったね。そうだね。魔物がうじゃうじゃいる。この様子じゃここで飼育してるって線も合ってたみたいだし。あの魔物、なんか気になることでもあった？うん、この間洞窟で襲いかかってきた魔物よ。あいつらのせいで大変だったんだから。あっちにはカフェで討伐依頼が来てる凶悪な魔物がいる。つまりここにいる魔物たちはすでに人を襲ったことがある魔物ってことだ。錬金刀の魔物の飼育場だってことも間違いなさそうだね。私たちの推測通りね。そこでどうする？一度報告しに戻った方が無難だとは思う。でもその間にこいつらが使われたら。周りに仕掛けられた罠の数を考えても次にここまですんなり来られるかわからないしね。よーし、今こそ作った調合品の出番ね。こんな時のためにダイザと腕によりをかけたんだから。今は千載一遇の機会、やろう。じゃあ手はず通りに、まずは海菱から。聞いてるね。相手の動きが止まった。これでオイスレとは動けないわよ。待って、今度は飛んできたよ。任せておいて、こっちの出番よ。今だ、魔物は弱ってるはず。やあ、容赦ないね。海菱で魔物の動きを制限して閃光弾で追い打ちときた。ま、悪く思うなよっと。相手が止まってるように見えるよ。ハイディ、いや、ありがとう。ハイディさん、すっごくいい動きだね。相棒の戦いを一番近くで見てたからね。そっ、イエーイ。だいぶ数を減らしたわね。このまま押し切るよ。そりゃあほとんど倒し終えたかな。いやいや、二人ともすごいね。ありがとう。これでちょっとは錬金刀にやり返せたかしら。ちょっとどころじゃないわよ。クリセルダ、どういう手を使ったのか知らないけれど、この場所を探って魔物たちを壊滅させるなんて、さすがね。そりゃどうも。ねえ、私の仲間にならない？あなたたちにも渇望はあるでしょ。勧誘している余裕はあるのかな。もう
錬金島に残っている人間の方が少ないんじゃない？最近は一人増えたのよ。あなたのお仲間。お仲間？何のことだか。もしかして何も知らないのかしら。何のことなの？揺さぶろうってコンタン。引っかからないよ。振られちゃったわね。それじゃあ残念だけど。仲間にならないならこの子のおやつになっちゃうわ。こいつ段違いに強いわ。ここは私たちが魔物を呼び出すためのいわば容器でも、ただ飼っておくための場所じゃないの。能力ある個体を選別するための試験場よ。私たちは壺と呼んでいるわ。私たちは人造鳥獣を作り出す傍ら、自然界からも強力な魔物を得ようとしたの。その個体はね、他の魔物を際限なく食らうことで完成したワンパク坊主なのよ。ハイディさん、下がって。やあ。さて、私は大事な調合があるからこの辺で。せいぜい頑張りなさい。じゃあね。こりゃまずいかもしれない。えい、やあ、これで。これは一度撤退した方が。でも私たちのことがクリセルダにバレたってことは、一度引いたら多分最新鋭は無理だ。それにここで引いたら、こいつは今以上に成長しちゃうかもしれない。どうにかここで。でもどうすれば。まあ聞いて聞いてよ。あ、今のってまずい。二人とも目と耳を強く塞いで。まさか。びっくりした。ユーディット今のは。スニスに間違えて作った超強力なやつを投げちゃったみたい。でも見てよ。これは効いたみたいね。そこだ。攻撃が効いた。今が好機だね。一斉に行こう。終わった。クリセルダも他の魔物もいないみたいだね。みんなが無事でよかったよ。調合品もこの服もなかったら危なかった。それを言うなら、まさかユーディットの間違いが敵を攻略する起点になるとはね。私だってまさか古い閃光弾を捨て忘れてたなんて思わなかったの。気に病まなくていいよ。おかげで助かったんだから。魔物の脅威は遠のいたかな。
さーて、レスナたちもルクルク州から帰ってるでしょ。今日くらいはパーッと祝勝会と行きたいね。いいわね。錬金島にこれまでの借りを返してとってもいい気分よ。お、それじゃあイクセルにお願いしようかな。それにしても最近は一人増えたのよ、あなたのお仲間。あの言葉は何だったんだろう。なるほど、やっぱり錬金島はハイネ州の大原野で魔物たちを飼育していたのね。うん、マリオンさんの推察通りだったよ。そしてそこの魔物を私たちが全滅させたってわけ。無茶はしないでってはっきりと伝えたつもりだったのだけど。しかしユーディットがトラベルゲートを動かしたことが思わぬ成果につながったね。無茶な突撃だったとは思うし、魔物の飼育場がその一箇所だけだとも思えないけれど、本当によくやったわね。敵に大きな損害を与えたことは間違いないわ。因縁の錬金島に一矢報いてやったわね。よっ、嵐の風雲寺。これであいつらが仕掛ける魔物の被害がちょっとでも減ってくれれば。あら、ロマンも帰ってきてるじゃない。ねえねえ、聞いてよ、あの後大変だったんだから。そっちも大躍進だったらしいけど、うちらもいい知らせがあるんだ。そうか、いい知らせと聞いて少し気が紛れたよ。こちらからは残念な報告をしなきゃいけない。バレリアのことで。この後、ロマンはルクルク州で目にしたバレリアの信じがたい様子について語る。特にハイディはバレリアがクリセルダに着いたという話を長く受け入れられずにいた。うまくいったわ。また渇望に一歩近づいた。ハイネ州の壺は荒らされてしまったようですね。いいじゃない、壺は他にもあるし、クリセルダの渇望を満たすのが最優先事項よ。異邦人、断りの違うこの世界でよくもここまで頑張れるものね。素敵な錬金術師たちだわ。彼女たちに早く見せたいわね、これ。